2個しかしたい。あ、あとは3ついるわ。列はいいじゃん。なんか変な感じ。お待ち上げいただきありがとうございます。かつめ気持ち同盟の方ですが、まもなく2時から、デモを、行いますので、きちんと整列をして、整体員ですが、一応隊列の指示に従ってですね、行動してくださるようお願いします。あとですね、発言のスプレッシュコールとは、こちらで行いますので、ぜひ常にご協力いただければと思います。あまりこう何て言いますか、ヘイトスピーチと勘違いされるようなですね、暴言等は連動に向かってするようなことは、やめてください。お願いします。ゴディバは騙されるの？ゴディバはいいじゃないですか。結局以外も全部やめろ。お菓子メーカー、ここを出すのは OK。 その辺はいろいろ、あれですね、自らの思想心情の範囲で、お願いします。そうすると思想心情に出てくるような思想心情になって、そういうのはダメですね。選択し得ない属性においてある個人もしくは集団を、糾弾することは、避けるべきと。あとですね、まもなく2時ちょっと前にですね、この旗をこちらへ移動して行進の列を作りますので、その際は皆さんと集まって中身をお願いします。あとですね、道路の上を歩きますんで、交通には十分気をつけてください。我々1車線を占有できるんですが、明治通りとかでは、3車線あって他の2車線車は走ってますんで、はみ出ると危ないんで、その点は僕は気をつけるようお願いします。何かありますか？それから沿道ですね、本日は取材の方も大勢見えてますし、何しろ人の多いところですので、面白がってですね、スマホ等で撮影する人も大勢いると思います。それはむしろありがたいことなんですが、顔がですね、映ってネットとかに出たら困るという方は、個人で適宜サングラス、マスク、手ぬぐい、覆面等の対策をよろしくお願いします。我々は基本的にその取材を受け入れて、映ったらどうぞという姿勢でやっておりますので、その辺はご了解ください。竹関大総統から一言お願いします。いやだって今 KKK だもんね。革命的気持ち同盟、紆余曲折を経ましてですね、今回で11シーズン目ですか。一番最初に始まったのが2006年の、クリスマスですから、長い期間でやっております。しかしですね、我々の目的が達成されるまで、なんか失することなく、ずっと、結婚してんじゃねえぞ、結婚してんじゃねえぞ。で、我々は単純にですね、モテを倒して我々が取って変わろうとかですね、ひもてがモテをバカにしようとかですね、そういうことを考えてるわけではない。ひもてを救済することは究極的には全ての人を救済することであると。でありますからですね、政治思想的にはですね、どんな方法であろうと、ひもての、立場をですね、救済するという点であれば受け入れる。既婚者であろうと、恋人がいようとですね、未婚だろうとですね、童貞だろうと、そうなかろうとですね、それは一切関係なく、納得力多くの人たちを、ひもて擁護という一点で結びつけたいと考えております。その趣旨をですね、どうぞお送りいただきますようお願い申し上げます。はい、じゃあ、特段大統領の大統領の大統領の下官大統領、顔が映したくないんで、天気みたいな格好してもうちょっと前で、はい、顔隠して、あんまり顔隠して映したくないんでね、放送コードに引っかかるんで、私の顔AKK っていうのはあれ、キモい、キモい、キモいですからじゃあ何か顔隠してる。ああ、ということで皆さんよろしくお願いします。なんかマークさんもせめてやめちゃったって噂を聞いたんで、気をつけていきましょう。はい。
してます。てか、おまわりさんいなくない？ああ、ああ、ああ、うん、いや、あの、55分から7分ぐらいですか。うん、で、ここ前ですけど、どうも、こんにちは、今回のデモの現場責任者を務めます秋元と申します。まだ少し時間がありますので、まあ、ちょこっとお話をさせていただこうかと思います。本日ですね、バレンタイン粉砕デモを刊行するにあたって、この話題に触れないわけにはいかないでしょう。先日新聞等のメディアを騒がせましたゴディバの騒動の話であります。皆さんすでにご存知の通り、あのベルギー王国の会社、今はトルコの会社の傘下にあるそうですが、あのゴディバ社がですね、もうギリチョコをやめようなどという、まあ、あの安っぽいキャッチフレーズを世に送り出しましてですね、まあ、世間に、まあ、なぜか不思議と注目を浴びたわけでありますが、我々としては当然ながらこのゴディバの宣伝文句に対し大いなる不快感を持っております。そうだそうだ、粉砕をしなければならないと思っております。そうだ、このゴディバのこの度の議長をやめようなどという宣伝文句、これがいかにくだらないものであるか、その理由の軸というものは2つございます。1点目はやり方として極めて陳腐であるということ。2点目は言うまでもなく彼らの言説もまた恋愛資本主義に密接に結びついているということであります。順にご説明いたしましょう。1点目についてですが、これは今まで幾度となく繰り返されてきた炎上商法と一体何が違うんですか？そうだ、これどうせまた電通とかそのあたりのせこい広告代理店に一生懸命頼み込んでキャッチフレーズ作ってください、言ったんでしょ、頼んだんだろゴディバ。くだらないですね、本当にくだらない。ゴディバもくだらないが、こんな陳腐なやり方、陳腐なキャッチフレーズに踊らされている大衆というものも本当に輪をかけてくだらない。そうだ、我々はですね、本日この渋谷におけるデモ行進において無知猛舞なる大衆を教育して回らなければならない。そうだ、そのためにも皆様ぜひ対立に加わっていただいて、大いに我々に対して力を貸していただきたい、このように思っております。そして2点目、彼らのギリチョコやめようなどという文句もまた恋愛資本主義と密接に結びついている。これもまたあまり詳しい、説明をする必要も詳しい説明をする必要までもないと思うのですけれども、ギリチョコをやめるだとかそういった次元の話をしているのではないんです。バレンタインデーという恋愛と恋愛資本主義と日も手に対する蔑視の空気が密接に結びついたこの悪しき風習、バレンタインデーそのもの、それ自体を粉砕しなければならない。そうではありませんか。うるさいだ。ギリチョコだけなくしゃいい、そんなことはない、本命チョコだってなくさなきゃいけないんですよ。ゴディバはどういう会社ですか。高級チョコを扱う会社ですよ。本命チョコに高級チョコ買ってくださいよ、そんな意図しか透けて見えないでしょ。あいつらは我々日も手の血と涙と歯ぎしりの音を養分として声太る品性下劣の商売人なんですよ皆さん。こんなね、陳腐な文句で目立って売り上げを伸ばそうなんていうゴディバを許しておくべき理由が1ミリでもありますか皆さん。ないぞ。どうでしょう、ないんですよ。ですから本日この渋谷におけるデモ行進において
ゴディバをまた標的としてですね、大いに粉砕して、また我々のね大勝利をですね、目指して各員一層の奮励をお願いしたいと思います。いや、私からは以上でございます。ありがとうございます。ありがとうダメですね、やっぱり。あ、すみません、改めて注意事項再び、申し上げたいと思います。デモはですね、3列渋滞で行います。で、ことさらな駆け足ですとか、まあ、隊列を乱すような行為、こう蛇行をするですとか、あるいはまたその UFO 伝説のような音足をするということは禁止でございます。あとはですね、まあ、そのデモの趣旨にそぐわないような、まあ、下品な発言でありますとか差別的な発言というものは、禁止となっておりますので、その点も合わせて、